ドラニはいそう。ドラニはいますよ。T2 怖いなので。T2 なのでドラニはいるんですけども。助っ人が2人なので。誰が出るでしょうかね。とても楽しみですね、生誕祭。チームでの生誕祭は何年ぶりですかね。この前7色でしたから。なんか二重がガタガタで見えづらい目が。まあお楽しみということで。いつ発表されるんだろうね、生誕祭のメンバー。まゆちゃん、自分の顔はどっち向きが好きなの？こっち向きが好きです。こっちの顔がめちゃめちゃいいです。こっちの顔か真正面かな。こっちからの顔はあんま好きじゃない、見慣れない。こっちからの顔の方が漏れます。ペンギンいるよ。でかいでしょ。結構でかいでしょ。これはこの子はあのキャナルの地下1階かどっかで見つけました。1年前ぐらいに。でも意外とでかくて家に置く場所がなくて全然みんなに紹介してなかったんだけど、1年前ぐらいからペンギンちゃんいるんです。めっちゃでかくない？今ペンギン担いでます。めっちゃでかいのよ。なんか汚れてた。しかもね、あの横にしてもねでかいからね、抱いて寝るとかできないのよ。なんか長いな、ここ。この前切ったのに。まあいいか。こうやって見るとめっちゃペンギンの目怖くない？名前はつけてないです。七種のペンギンです。あくびはペンギンで隠しました。今さっきまでね、9時半ぐらいまでね、ちょっと30分だけ睡眠をとってたのでちょびっとだけ眠たい。でも配信終わったらすぐ筋トレして、明日はパヤドラで、パヤドラまだ4回目とかで結構緊張するので確認してからお風呂入って、いやお風呂入ってから確認しようかな。して
寝たいと思います。今日は爪を変えてきたよ。可愛いピンクの爪にでっかいリボンをつけてきたよ。おそらくこのリボンがどっかに引っかかって取れたりしたら、あの前のビビアンみたいにアメリカンドッグみたいな指にしなきゃいけないので、気をつけながら日常生活したいと思います。薬指にはねハートがあるんだけど、あんま見えないね。ハートが実はあるの。ほらボコってしてるでしょ。左右同じです。今回は生誕祭も多分この爪のまんま行くから、ちょっとなんかでっかいリボンとか乗せたいなと思ったんで、マイク持つときに若干見えたりするじゃん。だからちょっとでっかいリボンとか乗せてみた。でもビビアンみたいに爪剥がれるの怖いからちょっと緊張する。なんだこのギフト、渋田さんとスージェさんが、これはなんだ、織姫、織姫のギフトをくれてるウサギだ。ありがとう。びっくりした。今なんかでっかい何このアイコンみたいなのがあるなって思ったらギフトだった。七夕ギフトだね。ありがとうございます。ペンギンも喜んでます。表情が無だからさ、ちょっと怖いよねこのペンギン。マジで虚無な顔してる。もうすぐお誕生日ですね。マリア、マリア、あんま誕生日当日にお仕事がないんですよ。そんなちょうど誕生日は休みってことが多くて、でも今回もしかしたらツアーのリハ、ツアーじゃないライブ、10月のライブのリハがあるかもしれないので楽しみ。メンバーに会えるの嬉しい。19歳だよ、やばくない？もう大人だよね19歳って。めちゃめちゃ大人じゃないですか。であと1年でお酒飲めちゃうんだよ。ちょっと今日前髪が不調なので、もう耳かけない。そうだよ、ラストティーンですよ。やばいよね、結構自分でも信じられてない。そう、あと1年でお酒飲めちゃうの。あと1年と6日でお酒飲めちゃう。最初に飲むお酒は決めてる？決めてないです。お酒の種類わかんない。でもメンバーと飲みたいですね。卒業したメンバーもみんな集めてみんなで飲みたい。贅沢を言うなら。マリアの20歳を機に同窓会しましょう。びっくりじゃない？
成人式泣くわ、みんなに言われる。それリビアもリコちゃんもみんなに言われます。マリアの成人式見たら絶対泣いちゃうっていてくれますか。月見バーガー食べたのずるい、もうマジで美味しかった月見バーガー。今回はコクうますき焼き月見バーガーっていうのが出てるんだけど、美味しすぎました。美味しくてびっくりした、本当に美味しかった。まあ、すき焼きめっちゃ好きなのね。しゃぶしゃぶとか行ったら絶対一つのタレ、つゆ、汁、だしを月見にする、あ、月見じゃないそっちじゃないわすき焼きにするぐらいすき焼きが大好きなのマリアなんだけど、本当に美味しかった。月見バーガーがさ普通に美味しいじゃないですか。だってもともと月見バーガーですら美味しいのにさ、すき焼き入っちゃったらもう美味しいよね。そう、今日はママがお仕事終わってそのままマックに行く約束をしてたから、マリアがちょっと早めに起きてモバイルオーダーみたいなやつにも登録して、あと1個ボタン押せば注文確定みたいなとこまでやって、でそれやったのは覚えてるんだけど、その後多分また寝ちゃってて、気づいたらもうママが仕事終わった時間になってて、ほんと寝起き10分ぐらいで食べました。モバイルオーダーだったからすぐ受け取れました。寝起き10分のハンバーガーはちょっと重たかったけど全然美味しかった。バーガーとポテトと月見パイも食べた。まあ寝起きだったから全部食べれなくてママにあげたんだけど、すっごい美味しかった。マックのサイドメニューは何が好き？あの朝マックのパンケーキが好きです。マリア、たまに定期的に食べてます。でもあれパンケーキがすごい好きで、あの東京でお仕事がある時とか毎朝絶対パンケーキを出前してたんですよ。それぐらい好きなの。でもこの前の東京アットジャムか、アットジャムの時は近くのパンケーキ屋さんがなくて出前できなかった。でもまあ夜はチキン出前したんだけど、だコント劇の稽古期間とか夜はメンバーとココイチ食べて、朝は一人でいろんなお店のホットケーキとかパンケーキとかなんかトーストとかを出前してました。東京はやっぱさいろんなお店出前できるじゃないですか。それも一つの楽しみとして東京行ってたマリア。まあ最近料理よくするよね、偉いね。そうだよ、そうなの。生誕までねちょっとね今日からさらに本格的に、まあダイエットまではいかないけど食事をちょっとね気をつけようと思って、マックを最後にとか言いながら今日グミの袋買った、グミ買っちゃって食べたんだけどさ。でも夜はねかぼちゃサラダと味噌きのこ味噌鍋と玄米ご飯でした。きのこを2種類入れて鶏肉入れて味噌のタレで鍋作りました。でもかぼちゃサラダはちょっと生クリームとかが使ってある美味しいかぼちゃサラダだったから、これはダイエットなのかなって思いながら食べたけど、
まあ美味しかったし野菜だから大丈夫。しかも明日からね4日間公演なので動けば大丈夫。いつもでマリア公演終わりにね絶対ご飯を買っちゃうんですよ。しっかりとした、しかも結構お肉お弁当とかを買って公演終わりに食べちゃうの。公演前はそのスタッフさんが用意してくれたご飯を食べて、公演終わってお家帰ってきてからもなんかうどんとかラーメンとかポテチとか、動いた分無駄じゃんっていうぐらいのご飯を食べてしまうので、明日からは公演終わりのご飯はちょっとゆで卵とかサラダチキンとかサラダにします。だから公演前のお弁当をしっかり食べます。あとね最近ハマってるのがあって、もやしをバーって焼いてコチュジャンと鶏のなんだあれ鶏ガラの素みたいなやつでバーって炒めて、真ん中だけ円にこのドーナツ型にして、その真ん中に卵割ってチーズかけて蓋してちょっと焼くっていうやつにハマってるの。あれめっちゃ美味しいしヘルシーだし、だから明日はそれを食べて、ちょっと公演前に一つ予定があるのでそれをやって、で公演のリハしてお弁当食べて公演して家帰ってきてからは食べ過ぎないように気をつけます。やっぱり生誕祭はね可愛いお顔で挑みたいので、いっぱいマリアが映りますからね、頑張りますわ。そう美容室行きたいんだよね。美容室ね、なんかまあ髪長いのは可愛いって言われたから、ちょっとそんな長さは変えたくはないんだけど、ちょっと剃りたいんですよ。結構髪重たくなってきたなって思うから、ちょっと剃りたくて。結構長いよね、伸びっぱなしだからちょっと毛先だけ整えてすいてもらいたいんだけど、行く時間あるかしら。あるか、公演終わって、あでももうすぐそのライブのリハも始まるからね、楽しみ。ライブセットリストとかまだ何もわからないんですけどめっちゃ楽しみ。マリアずっと今さっきまでさこうしてたよね、マリアペンギンのことめっちゃガシッてしてたよね。申し訳ない、ごめんね、雑な扱いしてごめんね。ちょっともう居場所ちょっと抱き方変になるから置いとこう。懐かしい走るペンギンやりましたよね。 T2 だったっけ、 T2 でしたよね走るペンギン。一人教えようか、わ教えてください走れペンギンはねホールツアーかなんかでした。ふん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 
サトリ電極メイクナイトだよ。わ、痩せるやん。ノーエーマンとかしたいな、久々に。トゥ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 、こんなやつ、トゥントゥントゥンみたいなさ、あったよね。なあなあ、なんだっけ、めっちゃやったいな。あ、こんなやつや、トゥ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 みたいな。うわ、忘れた、悔しい。あんな練習したのに。最初の歌りのさ、手の振りがすっごい難しくてさ、めっちゃ練習したんだよね。絶対に無理だってんとこ。何一つ思い出せないわ。絶対に無理だって、なんか移住の人に言われた。え、どんな振りだったっけ？忘れちまったぜ。でもあれはすごい楽しかったですね。7周年だったっけ、披露したのは。2番手でね、踊ってびっくりだったよ。序列来た時2番手と思って、あのメンバーの中で。B さんチャレンジとどっちがむずい？ B さんチャレンジはあの TikTok の振りっぽい感じが難しくて、ノーウェイマンはあの手が動かなかった。なんかわーみたいになってるね。またああいう挑戦する系のさ、なんか曲をやりたいですね。みんなでさ、いっぱい練習してやるやつの曲をなんかまた やったら良さそうじゃない？だってめっちゃ自主練したもんな、あの時。ふん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 みたいなやつ。若干だけね、今頭のサビの振り出てきたけど、やっぱこう全然覚えてないや。何年前だって、あれ3年前、4年前だ。4年前は覚えてないね。まだリットチャームできる前ですか、4年前ってことは。ウースは体に染みついてる。うん、染みついてますね。A メロも全部身についてる。感想とかの振りはちょっと覚えてないかもだけど。ここが変えない。あと何が身についてるだっけ、染みてるかな。鉄の曲とかまだできるのかな。あ、全然できるわ。
バン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 。ほらできるわ。一番難しいところを今踊ってみた。刹那の声の中の刹那はまだいけるかも。じゃあなんだろう、だって5時間ね、5年間やってましたもんね。鉄な恋愛中は7時10、あ、これ覚えてる。ハチノスダンスは覚えてるわ多分。はい、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 シアターの女神公演とかまた踊れそう。シアターの女神はこの前のサマステでやったから踊れるけど、歌が思い出せないもん。全然踊れないわ。全然思い出せないもん。シアターの女神は踊れる。隕石の確率ほんと好き。隕石の確率前も大好きなんだけど今全然振り思い出せない。みたいな感じだね。あ、誰かに話したかった、今も僕みたいなやつだね。勇気のハンマーとかずっとこうやってやってるやつ。リバーはね意外と頭に入ってますよ。タカ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 タタ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 みたいなとこ、まあ進めみたいな。めっちゃ足とか上げたりする。なんか一回さ T2 の本当に何か、あの出来たての T2 で、出来たての T2 って言い方おかしいけど、結成したての T2 でリバーやったことある。あれ覚えてるわ、ハイヒーベルの。なんてこれめっちゃ難しかったんだよね。ここしか覚えてないわ。サビの頭しか覚えてなかった。
バクってじゃんとかも全然踊れます。シングルは全部踊れると思う。 HKT のお弁当大変だった曲って何？なんだろう。覚えるの大変だった曲でしょ。で、公演曲は振り入れがもともとあったので、上がらない。今頭が働いてないのか何も出てこない。あ、リットチャームは自分で覚えたんですよ。メンバーでみんなで振り確認したから自分で振り入れしたんだけど、でもともとマストビーナウをやってたから、振り入れだったらさ覚えるのは大変だけどちゃんと覚えれるからさ、自分で覚えた曲で難しい曲なんだろうって思い返したんだけど分かんないわ。バディ踊れるよ。さ、この前やったばっかりですもん。ノエマも振り入れあったからね。ああ、思い出した、野蛮な求愛かな、何の音だ。あ、これ多分マリアの足音ですね。これマリアの足音です。あ、片思いファイナリーも確かに大変だったかも。片思いファイナリーは博多座 F24 でやったけど、 F24 は振り入れが一個もなかったので全部自分たちで覚えたんだけど難しかった気がする。あれも難しかった、3曲目にあったやつ。高嶺のリンゴはね、なんかでやってたのかな、そんな苦戦しなかった。じゃあ博多さんの3曲目誰か覚えてる？曲名わかんない。3曲目かもわかんない。黄金センターの1個前の曲もう苦戦した気がする。博多さんのその F24 の博多さんのリハ期間に短編映画の撮影が入って、かぶっててマリア3日ぐらい、本当に3日ぐらい参加できなくて、参加できると思ったらもう構成も終わってて通すよみたいな感じで、え、通す、フリー入ってるかと思ってめちゃめちゃドキドキした覚えある。しかも通すよってなった時になんか出るユニットみたいなのが変わって、なんか波乗りかき氷とオーマイガーを出てみたいな言われて、え、そんなん振り見てないんだけどと思って、その他のユニットやってる間に花ちゃんに爆速で振り入れしてもらってみたいな感じだった。ゼロサム太陽かな、かな、全然と思い出せないけどなんか苦戦した覚えあるんだよね。でも黄金センターは難しかった。
そのおかげもあってか分かんないけど、マリア曲を覚えるのは早い方だと思う。逆になんかあんまり振りがない、そのこの前なっちゃんの卒業公演でやったウェディングのやつとかは逆に難しいかも。その手だけだったりするから全然覚えれなかったりする。初恋情報とか面白い曲見つけた。なんだっけ、あなたなんでしょうみたいなやつか。でもいや、ウェディング、ビビアンにあのリハの日に、でも全然頭入んないんだけどって言ってビビアンに教えてもらったもん。あのビビアンに教えてもらってるのに、教えてもらった分1個抜けるんです振りが。えこの後何だったっけって。逆に難しい。あ、パジャマドライブ難しかった。苦戦した。30分ぐらいかかったもん。ほぼイントロで。もう15分ぐらいつまずいて、30分以上かかったかな、もっとかかったかも。1時間近くやってたのかな。苦戦してたよねマリア、パジャマドライブ。ママ寝たかも。イントのタイミングがめっちゃ難しくてね、チャンチャチャン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 チャ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 ンチャ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 。今日できて嬉しかった。明日もパジャドラだから確認するわ。やばい、30分までと思ったのに40分になっちゃった。生ビタイムスタート。ともはん、あすか、りゅう、はるべ、だいくん、ライムちゃん、今時ドラオ、渋谷、いっち、渋田、伊勢ひょうが、ゆうき、ひさおたん、こてつ、まさおじ、終了。13位、ジョウビンさん、12位、よしひろさん、11位カツラさん、10位伊勢ヒューガさん、9位トゲピッピさん、8位チャップタソウさん、7位矢野さん、6位橋本ちゃん、5位翔ちゃん、4位トウキさん、3位アスカさん、2位スージェさん、1位渋田さん。おめでとうございます。スージェさんと渋田さんはあのこのでっかいウサギのギフト、そしてその他にもギフトを投げてくださった方もありがとうございます。ということで明日は関ちゃん最後のパジャドラなので頑張っていきます。またね、見てくれてありがとうございました。バイバーイ。あ、握手会の受付が明日までだったよね。お待ちしております。バイバーイ。